はい、商品レビューのコーナーですね。おそらく動画の商品レビューでこれをやってるのはうちだけじゃないかな、はい、と思います。まあ聞こえたと思いますけども、これですね、ゴールドウィンのユーロ、はい、極寒仕様のですね、ジャケットおよびパンツですね、こっちにありますけどもになります、はい。今回僕北海道をですね、最低でマイナス7度とか8度のところまでこれ、着て走ってきました、はい。でその中で得られた感想をお話ししようかなと思います、はい。まあ、こうやって着るんですけども、で転んでも痛くなかったとかそういうことはちょっと分かんないです。転ばなかったんで、はい、なんですけども、まあ、こうやって着てですね、中にこういうインナーがついてて、これをですね、この 前側にこう止めることで、お腹側がさらに暖かくなるよと。でこのパウダーガードみたいなこれを止めて、でファスナーをしてパチパチ止めていくわけなんですけど、はい、こういうもんなんですが、まあ、ちょっと簡単に言いますけど、はい、こうなってます。で、袖を絞って、はい、こういう服なんですけど、面白いのがこう紐がついてるんです。これ紐がね、これで筒になる紐がここにもついてるんです。これどういうことかというと、引っ張ると後ろのこのエアインテークでこれが出るところですね、これが開くんですね。でこの袖を開けると、ここもこれがインテークです、はい。そうするとここから風が入って後ろに抜けるっていうですね、そういう面白い機構になってます。で締めたいよっていう時はこの下の紐を引いてやると締まります、はい。で今回寒かったんでこれ1回も使いませんでした、はい。でまあ、こっちプロテクターが入ってて、ポケットにもなってて、締められるというものですね、はい。まあ、そういうですね、面白い構造がついてます。で、ここにですね、まあ、プロテクターがついて、いるんですけど、これプロテクターというよりは袖のバタつきを抑えるためのスタビライザーだそうです、はい、というものです。今回はこのユーロに、加えてですね、まあ、ゴールドウィンのインナーと、あと RS 太一さんのですね、電熱ジャケットを着て、で、あと、まあ、最終日すごい寒かったんで、カイロをですね、突っ込んで、走ってきましたけれども、まあ、さすが、はい、非常にいい暖かかったです。暖かいというか、まあ、寒さに対して、きちんと対抗できました。あ、そう、下の方忘れてましたね。下が、よいしょ、こういうインナーがあってですね、はい。で、その上に、この、すみません、下半身履き替えるわけにいかないんで、でこういうズボンがあります、はい。ポケットはここと、ここ。ベルトはないです。代わりにこれ、このバンドで、太さをこう調節しますね。はい、で、ボタンがこういう風になってはめやすくなってますね。はい、というものです。当然、上下ゴアテックスになります。はい、で、まあ、実際ガチで使ってきたんでその感想なんですけど、ですね、僕自身の体感ではマイナス2度までは、マイナス2度、風速5メートルとかですね、というところまではバイクで走って、寒さに対してはなんとかなりました。ただし電熱オン、それから回路を入れての話です。でマイナス4度以下になってくると、こう風とかで奪われる熱の方が勝ってきちゃうんですよ。そうすると徐々に冷えていきます、はい。でマイナス6度マイナス7度になってくると、正直ユーロでも寒いです。寒かった。で
まあ、それで回路10個ぐらいぶち込んでですね、で、まあ、中インナー着て、まあ、あの長袖 の、 あの肌着着てインナー着て、電熱着て、回路入れて、でユーロ着て、下もですね、まあ、その長いこうインナー、あのゴールドミンさん の、 あの毛糸のインナーなんですけども、着て、高電子のやつ着て、でこれ履いて、でまたアウター履いて、で下はですねソレルのスノーブーツで、でもやっぱマイナス6度7度になると寒いですね。はい、寒い。僕そんな代謝悪い方じゃないんですけども、やっぱり その気温になると、もうその普通に走るっていうこと自体がかなりこう難のあるスピードなんですけども、気温域なんですけども、やっぱり1時間に1回ぐらいですね、休憩して、体温をこう戻してやらないと、だいぶきつかったかなというふうに思います。まあ、今こうやって、T シャツで着てますけども、 T シャツで走れるっていうのはもうせいぜいプラス 3,4 度ぐらいの世界までじゃないかなと。でマイナスになってくると、やっぱりさっき言ったようなインナー等の装備が必要ですね。マイナス4度以下になると奪われていく感じです。はい、これね、多分ね、もうしょうがないんじゃないかなと思います。はい、あれだけ着て、これ着てマイナス5度6度が耐えられないっていうのは、多分ね、まあそれはもうそれはそうだよっていう話ですよね。はい、っていうような感じでした。まあでも大体冬の北海道日中走ると、この間の年末年始で、まあ、天気が良ければもう0度とかですよ。天気が悪くてもですね、まあ、大体日中だったらマイナス2度とかそんなもんでした。夜になると6度7度いくんですけども、はい、っていうような感じです。で、まあ、で最近のトレンドだと、こう下のボトムスのアウターの裾って結構広いんですよ。だからカッパとかもそうなんですけども、ブーツの上からこうピュッてできると思うんですね。でこれも普通のライディングブーツだったらいけたかもしれないんですけども、ソレルのスノーブーツだとできませんでした。若干でもやっぱ自分でもこれ見て裾細めかなというような気がします。はい、なので、僕はブーツにインして、使ってました。別にそれでも問題はありませんでした。はい、まあ、普通のライディングブーツだったら全然余裕だと思うんですけど、はい、って感じですね。で僕自身これ着て、まあそうですね、非常に、まあ、動画通じてずっとこれしか着てないんで、こうきちんと機能してるなって皆さんにこう見て分かっていただけると思うんですけども、やっぱりね、その防水性っていうんですかね、そうしたものはすごい良かったです。今回これ着てったがゆえに、カッパ全く着なかった。雪だと僕カッパカッパ必要だと思ってたんですよ。要はまあこの辺だと湿雪だからっていうのはあるんですけども、ボード行くとですね、やっぱこうずっとやってると濡れてくるんで、でバイクだとこう座るじゃないですか、お尻も濡れるんですよ。だからこう下だけでもカッパ必要なんじゃないかな、ね、融雪剤で濡れたやつびしょびしょにくっつくし、思ってたんですけども、水についてはもう全く問題なかったですね。はい、全く問題ない。もう全然ドライを保ってました。はい、なので、そのさすがゴアテックスというか、まあ、これはもう究極だなっていう気がします。で僕自身のその要望としては、僕は自分の好みでこういうポケットいっぱいあるズボンを履くのが好きなんですよ。はい、で上着にもポケットいっぱいついてるやつ着たりするぐらいなんで、これまあお尻のポケットじゃないや、前に2個普通にですね、ついてるだけなんですよ。まああまりこう縫い目作りたくないっていうのもあると思うんですけども、できればどっちかだけでもいいんで、まあ、こういうこういうところですね、太もものカーゴみたいな感じのポケットがあると良かったなと思います。で、チャック閉められるようなやつ、そのバイク乗ってる時ってあんまりこう歩いたりとかしないんで、上半身よりも下半身にこう物を入れた方がですね、僕的には乗りやすい。はい、なのでそういったものが、まあ、あったら良かったのになっていうのは若干思いました。はい、ただ上着にもインナーポケットがあったりとかですね、あこっちか、あここですね、内ポケットがあったりとか、ここも1,2,3,4ってありますので、まあ十分といえば十分です。はい、っていう感じです。はい、よいしょ。
で実際これだけで、電熱を機内で、はい、走ってみたんですけども、さすがにやっぱりマイナス4度とかの世界でそれはちょっと、無理でしたね。はい、無理でした。そういうような感じ、まあ、電熱ってもここにありますけど RS 太一さんもなんですけど、まあ、ゴールドウィンさんのデビュー動画でこういうの出すのはあれなんですけども、はい、これの中に来たところですね、非常にこうちょうど良かったです、はい、これ裏系なので、はい、非常にこう保温効果が高くなっております、はい、というような感じでやってきました、はい、もしユーロですね今後買おうかなと思ってらっしゃる方の参考になればと思うんですけども、はい、僕としてはやっぱりライディングウェアの中では一番その局地対応型だなというふうに感じております、はい、ただこれだけで中 T シャツでもいいよっていうわけじゃないです、はい、それなりに対応した方がいいですね。あとフルプロテクション、全部フルプロテクション入ってますので、中にこうなんかこうつけなきゃいけないっていうのはないです、だから内側はですね、好きなものを着て、よろしいかというふうに思います、はい、というわけで、皆さんのバイクライフのお役に立てば幸いでございます。ちなみに僕はサイズ XL です、はい、上下 XL ですね、はい、身長173センチ、体重が73とか4とかそのぐらいで、若干メタボ体型の40歳、もうすぐ40歳でございます、はい、ご視聴どうもありがとうございました。